こんにちは、リリナナです。今日はこちらセリアさんで購入した装飾用ベース材といってウッドボールなんですけども、手作りピンクッションのベースなどにと書いてあるので、こちらでピンクッションを作っていこうかなと思います。でこちらはウッドボールですね。素材が木になります。バーコードナンバーはこちらになります。でこんな感じのコロンとした可愛いですね。で木なので多少重さもあるので、こう安定感があっていいかなと思います。でだいたい入り口のサイズが4センチぐらい、高さがだいたい3センチぐらいのものになっています。色を塗っても可愛いかなと思うんですけども、私はこの素材のまんま使っていこうと思います。で今回使用するのはこちらもセリアさんの羊くん 100% という段染めの糸になります。こちらを使用していこうと思います。でこちらが使用かぎ針が5号から7号と書いてあるんですけども、7号でちょっとふんわり編んでいこうかなと思います。はい、では円を編んでいきます。指先に2回巻きつけます。指から外して針を入れて糸を持ってきます。一度キュッと引き締めて鎖一つで立ち上がります。でちょっと緩めに編んでいきます。あんまりきついと針が入りづらくなってしまうかなと思うので、ちょっと ゆったり細編みを6目編んでいきます。1 2 3 4 5 6、6目編めたら輪を引き締めます。針を戻して、糸が動く方が針の前に来るように針を戻します。一番最後から数えて6目目、1 2 3 4 5 6、6目目に針を入れて引き抜きます。はい、では次は2段目、鎖一つで立ち上がります。でそしたら頭ではなくこの足を割って編んでいきます。メリヤス編みのような感じで編みたいので、頭ではなくこの2本の間、ここに針を入れて、で細編みを2回、でその時にちょっときつくなりすぎないように足をキュッと上に出してあげると次の段で編みやすいかなと思います。で次の目にも頭ではなくこの足の間、1回、2回という感じで、頭ではなくこの足の間を割って細編みを2回ずつくるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で引き抜いたところがあって、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。でこれで2段目が編めました。で3段目からももう絵の編み方と同じになるんですけども、入れるところだけ違う感じですね。鎖一つで立ち上がって、頭ではなく足を割って細編みを、よいしょ、1回2回、2回で次は1回、2121という感じで編んでいきます。はい、2121と編んできました。で引き抜いたところがあって小さく、ここに立ち上がりがあって最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。はい、次は4段目、鎖一つで立ち上がります。でそしたらまた頭ではなく次、足の部分ですね、ここを割って1、2、1と編んであげます。
1回で次の目に2回で次は1回で繰り返します。1回2回1回121とぐるっと編んでいきます。はい、121とぐるっと編んできました。で引き抜いたところがあって立ち上がり最初の細編みの頭こちらに針を入れて引き抜きます。でこれでだいたいここの穴と同じぐらいになるんですけども、あと一回りぐらい大きくしようかなと思います。ちょっとぷっくら編み出す感じで丸くしていきたいのであと一段ぐらい編んでいきます。鎖一つで立ち上がって今度は増し目細編み3と編んでいきます。根元の頭ではなくこの足の間ですね、ここに針を入れのっと針を入れて1回で同じ目に針を入れて2回で次の目から1つずつ1、2、3で繰り返します。1回、2回で1つの目に1つずつを3回、1で次の目、2、次の目、3、増し目細編み3とぐるっと編んでいきます。はい、ぐるっと編んできました。引き抜いたところがあって立ち上がり最初の細編みの頭こちらに針を入れて引き抜きます。でこれでだいたい一回りぐらいちょっと大きいかなという感じになっているんですけども、サイズが5センチぐらい、こっちは4センチなので1センチぐらいですね、大きくなっています。でもし違う糸で編みたいなという方はこちらよりも少し大きいぐらいがぷくっとできて可愛いかなと思います。では次は鎖一つで立ち上がります。でまた頭ではなく足に針を入れてで細編みを一つずつ編んでいきます。次からは増減なしでしばらく編んでいこうと思います。では上に書いてある段数まで頭ではなく足を割って細編みという感じで編んでいきます。はい、10段まで編んできました。でここから減らし目をしながら編んでいきたいと思います。このままかぶせても可愛いんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、キノコのようなお顔を描いても可愛いような気がします。では鎖一つで立ち上がってまずは減らし目細編み3と編んでいきます。頭ではなく割って糸を持ってきます。で次の目にも足を割ってですね、同じように編んでいきます。で減らし目で次は細編みを3回1回2回3回これを繰り返します。おっと、減らし目
でまた足を割りながら細編みを3回1。足を割るのが結構大変ですよね、細い糸だと。2、3という感じで減らし目細編み3とずっと編んでいきます。はい、減らし目細編み3と編んできました。で、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の減らし目の頭ですね、ここに針を入れて引き抜きます。で、次は12段目。12段目は細編み減らし目細編みと編んでいきます。鎖一つで立ち上がって、で、今度は頭ではなく減らし目をしたところなんですけども、減らし目をしたところ、こっち側にこうスライドさせるようにこう入れちゃいます。で、後ろに出す、こんな感じで。で、細編みを1つで、次と次で減らし目をします。ここと隣ですね。で、減らし目で、次は細編みを1つで、次は減らし目があるところ、こっちとここの足にこうスライドさせるような感じで、で、こっちもこっちに入れちゃいます。で、後ろに出しちゃいます。隣の目でもいいかなと思うんですけど、後ろにこんな感じで間にとりあえず入れるようなイメージでこう割っちゃいます。で、細編みで隣と隣で減らします。隣で減らし目、次は細編みを1回で、こんな感じで細編み減らし目細編みと編んであげます。はい、ぐるっと端の方まで編んできました。で、引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で、次は13段目、減らし目細編みとぐるっと編んでいきます。で、この辺からもう中に隠れてしまうので、普通に頭を取っても大丈夫かなと思います。結構足を割りながら編むと大変なので、鎖一つで立ち上がって、で、次からは普通に頭に入れてしまいます。減らし目で、次の目には細編みを1つで、これをぐるっと編んでいきます。減らし目で、細編みを1つ、あまりゆったり編まなくても大丈夫です。減らし目細編みを1つとぐるっと編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。で、そしたら引き抜いたところがあって立ち上がり、最初の減らし目の頭ですね、ここに針を入れて引き抜きます。で、この中に私は余っているウールの毛糸とかを入れていこうと思うんですけども、なんか余り糸でウールとかがいいのかな、を入れるといいかなと思います。はい、中に毛糸を詰めてきました。で、ちょっと見えているのが同じ糸ですね、それの糸処理で出た糸などを入れています。で、一番最後は減らし目をしていきます。鎖一つで立ち上がって、一つの目に未完成の細編みで、隣の目ですね、隣の目にも
糸を持ってきて未完成の細編みをします。3本一気に引き抜きます。でこれを繰り返していきます。でぐるっと減らし目をしていきます。はい、端までぐるっと減らし目をしてきました。で一番最初の目に針を入れて引き抜きます。でこのまま糸処理できる分残してカットします。ちょっとつぼめるので長めにカットをして、でこのまま糸を抜いてしまいます。とじ針に糸をつけて、で周りをかがっていきます。私は手前側1本だけをこうすくんですけども、これもお好きな感じで自由に2本とかでもいいと思うので、でどうせボンドでつけて隠れてしまうので、まあ、ざっとで大丈夫です。でキュッと間をつぼめて、で糸端を中に隠してカットします。でこれで本体ができました。あんまりパンパンに私は入れてないです。で余り糸を入れた時にこう針とかを刺してみてちゃんと刺さるかどうか、結構今まではこうなかなか入んなかったり、太いのなんか特になんですけど入んなくてこうボトッと取れてしまったりっていうのがあったので、まあ、綿が入ってるから余計なんですけども、なのでストレスなくこう針が太いのでも刺せるぐらいですねに詰めました。編み地が可愛い。でこれでボンドでつけていきます。はい、こちらのボンドを塗っていきます。もう結構たっぷり塗っちゃおうかなと思います。周りにも、乾くまで結構時間がかかると思うんですけど、でこちらを入れちゃいます。ちょっと押し込むように、段数を揃えるときっと見た目が綺麗ですね。同じ段のところが隠れるように、でそしたら輪ゴムとか何かゴムとかで留めておくと乾くまでいいかなと思います。はい、こんな感じでできました。でちょっと革のタグをつけたんですけども、いらなかったかな、ボタンでもいいかなと思いました。で太い針もストレスなくもう刺せるので、これが本当に良かったなと思います。でこちらはだいたい横が5センチぐらい、高さが6センチぐらいになっています。はい、では今回はこちらセリアさんのウッドボールを使ってピンクッションを作ってみました。で今回私はこちらの編み方とか、あとは糸もこちらを使ったんですけども、もちろん他の糸でも他の編み方でもいいと思うので、お気に入りのものを作っていただけたらなと思います。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。